これちょっともう、これ世間のワインショップというか ワインを扱って飲食店に言いたいクレームなんですけど、世間のワインショップ、ワインショップじゃない、これワインを出してるレストラン、はいはい、要は飲食店、うん、言いたいんですけど、はい、なんか白ならグラス何ありますかみたいなこと言ってさ、なんか好みはどんなのがありますかみたいな感じで、はいはいはい、言ってくれる分にはいいんだけど、うん、いやこっちで提案するんで、もう好み言ってくださいみたいな感じで、なんかこっちの何飲もうかなっていう気持ちを考えようとしてる気持ちを全部こうおざなりにするようなワインの説明をする飲食店があまりにも多いのよ。でもそうかもね。なんか例えばさ、白のソーヴィニョンブランを飲みたい気分だとしても、うん、白の何が開けるかなって聞いた時に、うん、あソーヴィニョン飲みたいと思ってたけど、あこれもちょっと興味あるな、どうしようかな、あじゃあ今日はこんな日だしこうこうこうだからこっちにしてみようかってあるじゃん、うん、あるね。そういうのをやってほしいんです。やったらいいよ。そういう店がねこの前あったんですよ。 すごいねクレームです。はい、たまたま僕のこのチャンネルもしそういう人見てたらちょっと参考にしてくださいね。クレームすぎでしょっていうことをたまには言っていきます今後。でもねなんかこっちで選ぶんでっていう言葉はね、多分洋服もそうだけど、うん、この店員さん信頼できると思ったら今日お姉さんがいいと思うやつでお願いしたいとかお願いするでしょ。そう、お客さんからそれ言ってくれたらいいのよ。だからさ、洋服も化粧品も信頼してるそのセールススタッフの方からだったら、うん、おすすめ買いたいんだけど、初めて会った人にすっごいこうご利用されてもって引いちゃうんだよね。そう、だから多分ワインも同じで、そう信頼関係できてないとダメだね。本当におっしゃる通りです、うん、僕がその不満だったのはやっぱり新規で僕行ったからです。はい、行きますけど、行きますけど、そうですね本当それはすごいあります。僕も本当に常連になってる自分の店、自分がよく行く店だったら今日はもうおすすめお願いしますって、うん、もちろん俺もそうだ言うわ。すごい的確です、さすがです。